アナクサゴラスは月の表側にある大きな衝突クレーターであり、月の北極地域に位置する。月は太陽の光を反射して輝いていると説いたギリシャの哲学者アナクサゴラスにちなんで名付けられた。アナクサゴラスはコルトシミットの西側の周壁上に位置しており、コルトシミットの西側の周壁を完全に破壊している。アナクサゴラスの南南東にはエピゲネス、 アナクサゴラスの北西にはムーシュ、アナクサゴラスの西にはフィロラオスが位置しており、アナクサゴラスの真南にはバーミンガムが位置している。アナクサゴラスには隕石の衝突などによる風化がほとんど見られず、さらに光城を持っていることから他の多くのクレーターよりも新しい衝突クレーターであると言える。光城はアナクサゴラスの周壁から9 0 0トルを超える。 範囲に広がっており、プラトンの南にまで及んでいる。アナクサゴラスの内側のアルベドは他の多くのクレーターよりも高いため、満月の時には地球からアナクサゴラスをはっきりと確認することができる。周壁の内側は勾配のきつい階段状になっており、中央級はアナクサゴラスのほぼ中心にある。アナクサゴラスのごく近くにある。 小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。